英語プラスフリースロー対決、よーいプレイボール。さあ今回ですね、やっと実現しました。晴れましたね。晴れましたね。いやこの間めちゃめちゃ雨降ってたのに、ということで今回の対決なんですが、英語プラスフリースロー対決。さっきですね、まあ、練習でフリースローどんな感じか、私全然入りませんこれ成立するのか分かんないですけど、まあ、ただただフリースロー対決しても勝てるわけがないので、なので英語の問題を解いてもらってですね、その正解数に応じて投球数が決まります。あ、分かりましたね。はい、分かりました。で問題はまあ僕が見ちゃったら意味ないんで、平先生に用意してもらいました。はい、撮影者は私でございます。はい、三脚忘れたので彼はこちらに入れません手で頑張って手ぶれしないように頑張ってやってもらう。あらららら、問題が飛んでる飛んでる。多分まあ3本勝負ぐらいにしようかなと思ってるんですけど、やっぱ時間制限ないといけないんで、2分で解いてもらうという形になります。じゃあまず2分間でどんだけ解けるのかやってみましょう。ちょっと待て、何か大事なこと忘れてないか。僕がわざわざ撮影をやってあげてるわけですよ。ということで、これ着ろってこと。スポーツといえばやっぱりスポンサーのユニフォームでしょ。お前らそれ着て今日は試合をやる。暑いわめっちゃ暑いからね今日ね今屋上だしさこれまずはじゃあ問題を2分で解いて、その後本数のフリースロー対決いきたいと思います。それでは試合を始めていきたいと思います。制限時間は2分間。用意プレイボール。坂上さん、はい、感想はいかがでしたか。いやわかんない。もう構成スポーツじゃなかった。はい、構成スポーツ健康で坂上さんが解けるレベルにしてって言ったのにちょっと待って、これ解けなかったら解けないっしょ。あのね、早稲田スポカ目指したんだよ、はい、解けなかったらこれは坂上くんが悪いという、はい、じゃあ確認しましょう、はい、1問目 D、 構成スポーツは D ですね、はい、D、 はい、あ D だ、はい、次が B、はい、B D はい、B、B、A、C、はい、これやったもんね。そうですね、やりました。C、A、はい、B、はい、A、はい、B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 、C。はい、ということで全問正解。いいハンデになったんじゃないですか。これで成立するかもしれないな。え、これ何問あった？15問ということで、これ15球投げます。で、坂井さんが1、5ですか、ね、5球です。5球対15球ちょっといいハンデ5本です。おお、いきなり決めました。今も3本決めてますね。ラスト1本ですね、はい、ということで5本中4本決めたということで、はい、もうまたこれで爆上がりじゃないですか人気が。さすがにそんなこと何をのんきなこと言ってるんだ桜木15本も打つのがめんどくさい。皆さんが三脚忘れたから、もう俺ら自分で取りに行かなきゃいけないな。わかりました。
どこで帰ったのか。あ、頑張って。あ、一人。やばいよ、企画が来たからよ。一本入ったら一丁点。あ、企画だ。お疲れ様でした。一回戦。最初オープニング聞いてました。3回戦やるって言ってました。ああ、そうですね。坂上さん、なんか言いたいことがあったら言っていいですよ。いやもう全然文句はないです。あの態度でいいんですか。いやいや、お願いします。お願いします。ということですけど、どうしますか。いやもう全然大丈夫です。はい、これが悪い、やっぱこのね。2回戦。今回解く問題はですね、坂上さんリベンジなるか、早稲田スポーツ科学の部の昔出てた文法問題から、やっていきたいと思います。かつてね、早稲田スポーカはね、こういうねセンターレベルの文法問題が出てましたんで、ぜひ頑張ってみてください、はい、制限時間は2分間です。用意スタート。上から順番にいきます、はい、B、はい、C、はい、B、はい、D、はい、B、はい、あ、これさ、入らないの選ぶの。そうそうだよ、インコレクトですよ。入るの Not appropriate です。C、 あ、しまった、ディスカスアバートまで見てなかったわ。もうアンサー2だと思ったら、アンサー2 anyone じゃん、合ってるよこれ、はい、OK。 で、2番が B、はい、A、はい、A、ベストじゃなくてモーストですね。あとあれ、ロは、ろ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。坂上一問、森鉄11問。すごい対決だ。いや、すごい対決です。でも男はやっぱ一発よ。そうですね。あれだって2つ入るからあれって思わなきゃダメだよ、最初の問題で。森出ちゃん、1本入れないと負けます。2本入れや勝ちだ、2本。さっきの坂井さんのアドバイスで、リングを見て投げるってことは、なんか、やばっ。こっからよ、こっから。あと2本入れりゃ勝ち。あと2本、2本とも入れれば勝ちだ。さあ、だいぶ掴んできただろう。引き分け狙いだ、引き分け狙い。引き分け狙い。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、坂井さん、そうだって引き分けってことはもう一勝してるから。ああ、そういうことね。勝ちです。ああ、はい。ということで、まあこんな感じで、坂井さんはやっぱね、まだ問題読み間違えちゃうっていうところがあるということで。はい、はい、いや、よかったと思います。今からじゃあ坂井さんのベストシュートシーンでお別れです。じゃあここからいろんな、あ、静電気、いろんなちょっとシュートでお別れです。なんかこうドリブルからのみたいな、いだから かっこいいドリブルのシーンをじゃあちょうだい。ちょっとどうなる。最後はダンクで。おー、置いてくる。
た。はい、ありがとうございました。